次はですね、アメリカンライフ、アメリカンライフを、テーマにした砂像ですね。これは第二次世界大戦後、世界経済の中心となったアメリカは安定と繁栄の時代を迎えます。ちょうどですから、戦後アメリカが急速にこう発展していった当時のアメリカの文化を砂像にしているという。パッと見えてくるのがハンバーガー、ハンバーガーです。これでポテト、そしてオープンカーですね。アメリカらしい。すごいですな。ちょうどですから、あそこ見えますか。女の子が、ウェイトレスの女の子がこうハンバーガーを持って、よくローラースケートに入ってこうパーッとお客さんのところに行ったりとかする、映画で見るあれですね。横から見るとこんな感じですからね。これどんだけ砂ですからね。何回も言いますけど、ほらこれ砂なんですよ。よくアップで映しますけど、これ砂です。砂なんです。英語で言うとサンドです。ほらこれ車、いやーこれね、砂と水だけで作ったそうですからね。